しいイベントが来ましたね、お嬢様。予想と全然違ったわ。お姉様の予想なんて当たらない。合ってたのはエモーション属性のイベントってことくらいだわ。場所とか永遠帝じゃなかったんだ。でも確かに順番にイベントストーリーやっていったら20個目くらいで終わっちゃうなとは思ってたわ。まあ確かにそれもそうですね。で、結局どんなイベントが来たのよ。ヨウムだったわ。ヨウムが主体のイベント。あ、なるほど。新 SSR にゆかりが来ましたね。そういえばまだゆかりの SSR ってなかったわね。まあこれは当然引く。そしてこちらは新 SR です。ということでウサギです。こいつはガチャを回せば勝手に出てくる。あれ、ヨウム主体のイベントなのにヨウムの SSR とかないの？ SSR はないわね。まあでも SR はあるみたいよ。ということで新イベント、二人の侍ゴーストガールです。あ、チャレンジカブラじゃないのよ。そうなのよ、そこも私外しちゃったわ。フォーチュンカブラが来るかと思いきやチャレンジカブラ。そしてイベントに合わせて新曲も追加されました。イベントと同じ名前じゃないのよ。イベントの名前は曲から取ってきたのかしら。そうかもしれませんね。っていうかチャレンジカブラってことは地獄の集会が始まるんじゃないの。始まるんじゃないの。じゃなくてもう始まってるでしょうね。まあ私はやらないけど。は、いいのかそんなんで。全然いい。報酬私のカードじゃないし、まあ走るプレイヤーはいろいろ気をつけて。今回の1位は一体何ポイントになるのでしょうか。さあね。ってことでこれが今回のイベント概要よ。開催スケジュール、8月31日から9月7日。結果発表が9月8日となっています。お姉様当然1万人以内は狙うのよね。いや、狙わないよね。5万人くらいでいいわよ。はぁ、やる気あるのかしら。一つだけ言えることは、集会する気はない。最初のイベントでメンタルやられてますね、これは。今回のイベント限定見たまカードはヨウムとアリスよ。多分ヨウムは今回のイベントストーリーやれば数枚は手に入るはず。一応チャレンジカブラを知らない方に説明しますと、チャレンジカブラは弾幕カブラやイベントお出かけを行うことで、イベントポイントを集めるイベントです。イベントポイントの総獲得量とイベントのハイスコアランキングで報酬が得られます。そうだ、ハイスコアランキングの方を今回は狙うの。それも狙わん。は。エモーションのカード少なすぎてとてもじゃないけど狙えないわ。そもそもお姉様の腕じゃ無理か。黙れ。今回もボーナスキャラ、ボーナス属性があるみたいです。もうすでに2枚は確定してるのよね。さっきの SR と SSR ね。あとヨウムのイベントだしヨウムも確定してそうだわ。ハイスコアランキングの曲は当然今回追加された曲となっております。ここにボーナス属性とキャラ書いてあるじゃない。エモ属性、ゆかり、聖戦、ヨウム。そして今までの流れでいけば、後半にさらに2体追加されると。しかしその2体ではイベント最大効率は変わらず、という感じですかね。さて、それじゃあガチャガチャしに行こうかしら。はい、ってことでこれが今回のガチャ画面。おいおいおい、お姉様の御霊石の集球戦って、30連しかできないじゃない。30連以内で当てるってことなんだよね。今までのガチャを忘れたの。お嬢様ガチャに関しては妙な自信がありますからね。当たらないのに。当たるわよ。御霊バーストライフ回復、カブラエフェクトのオーツスコア増加。お出かけで獲得するアイテムプラス 80% ですって。お出かけは時短が強すぎて時短しか使わないからね。属性は当然エモと。これは嬉しい。エモの SSR 少ないからね。お嬢様今のところエモの SSR 紫しか持ってませんからね。そしてこっちがウサギ。ライフ回復のコンボ継続か。ハイスコアを狙うには使えませんね。まあ私は1回の周回でポイント多くしたいから入れるけどね。ってことで、運命のガチャタイム。まあさすがに今回は課金をすることになるでしょう。ふ、それはどうかな。あ、左下にダウンロード中って書いてないから新しいカード来ないわよ。それ迷信だから。迷信じゃないのよね。コメントで来てましたね。SR すら来ないのか。まずい、幸先が悪い。少し前の地震は一体どこに行ってしまったのでしょう。いや、ガチャに幸先が悪いも何もない。来るときは来るのよ。あ、ダウンロード入った。多分新 SR ね。来てないかこれ、これ来てるんじゃないですか。来たわね、新 SR のウサギが。いや、私はまだ諦めてないわよ。R もウサギだわ。勝利、始まったわね、東方弾幕カブラ。使ったか。何をよ。チート。使ってないわよ。お嬢様が20連目で引くとは誰が予想したでしょうか。これが私の力。これが奇跡か。おい、ゆかりがこうやってカードとして出てくるということは、今回のストーリーにも深く関わっているのでしょうね。そういえば今回のストーリーの最初読んだんだけど、前回のプールと繋がってたわ。へぇ、前回のイベントと繋がってるんだ。がっつりプールの話出てきてたからね。またウサギが出ましたね。SSR も出たし SR も大量。今回のガチャは大勝利ね。どうするのよ。うん、
お姉様が爆死すると思ってこの動画を見てる人間に失礼だと思わないの？思わないわね。お前らがガチャ爆死しろ。ダメですよそんなこと言っちゃ。レベル上げてないとこんな感じね。ってことでガチャ終わり。最後に新曲やって終わるわよ。あったあった、これが新曲ね。お嬢様まだ一度もやってないのですね。完全初見、楽しみ。難易度23って書いてあるけど、どうなのかしら。正直ここの難易度は微妙だからね。未だに幽霊楽団が22は信じられないわ。難しい23なのか、それとも簡単な23なのか。パーティはこれでいくの？いやいや、せっかくゆかりを引いたんだからゆかりを入れるわよ。もしかしてゆかりもレベル上げました？当然レベルマックスにしたわよ。あまりにも早いレベル上げ。小石ちゃんのレベルは上げなかったのに。あれは仕方ない。ゆかりを入れたことによって私が外れたわ。私は外せない。っていうかいつの間にかお姉様のカードフル進化してたわね。時短スキルだから5進化を3枚とか考えてたんだけど、やっぱりそれはカッコ悪いなって。さて、あとはウサギでも適当に入れておくか。実際数値の上がり幅は5進化くらいが一番高いみたいですね。こんな感じでいいでしょ。エモ属性の SSR 紫入れてないけど大丈夫。ハイスコア狙おうと思ってやらないから大丈夫よ。ヒロインはダブルお嬢様です。でもこれじゃあ敵の体力は削りきれないのよね。赤月レコードで侍ゴーストガール、キルキル。お嬢様の初見チャレンジ、難易度はエキストラ。ねえ、なんかのオッツスピードすごくゆっくりに感じるんだけど気のせい。どうせ自分でいじったんでしょ。いじってないわよ。今回の初ミス、なんか結構簡単かもしれない。ミス直後にそれを言うのか。実に叩きやすい。まあ確かにお姉様にしてはミスが少ないわね。正直画面に横線入るのビビった。そこでお嬢様ミスしてましたもんね。まあでもこれかなり簡単な譜面なんじゃない？私もそう思うわ。ふふ、これならルナテック解放も難しくない。そのルナテックで地獄を見ることになるんだけどね。ステージクリアです。さあ、ポイントを大量によこすのよ。ほら、初見で3ミスしかしてない。これなら初見フルコンボしてるプレイヤーたくさんいそうね。この一気にマークがつくの好き。今だとルナティックフルコンボ以外は最初で全部つくプレイヤーと買いそうだわ。ランキングは走らないけど、累計くらいは全部取りたいわね。確か今回も5万ポイントよね。そうそう。ってことで今回はこれで終わり。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で。